伊藤というのは短い刀を2本持つのを持って二刀流としている。さあこの間、はい、ほな、いいか、この間上段中段の構えを中心に話した。これが大で、これが小の構え、こちら側で腕をこうしながらボンとというのが本来の二刀流であるが、この場合同じ長さです。もちろん中央でもいいよ。これこんだけでもいいしな、これがもっと長かった。だから左右に持つのはいろんな長さがあってよいけれども、だいたい大きい刀から比べてだいぶ短い、担当より比べてだいぶ長い、そういうようなものを持って二刀流という、小刀二刀流という。それでこの間こういう上中段の構えを説明した。ちょっとこの間の復習、これを押さえながら、これを押さえながら同時にこう、これだから、あの注意線というか、ここまで近づける間にもボーンと相手が来るかも。こう簡単に抑えられると思うたらいい。だからこれこうしとって、ちょっとここ空いたな、中心線空いたな、だからこれで押すという理由。また、だからはいはい、ちょっと止まってる、ほっとやった、ほっと打った後は原則これで、打った後は原則、これ押さえっぱなしにしとけよ、これ押さえたままやぞ、これこう、はい、これこう、そういう意味で打ったら作るの忘れないことはなく、これで同じか、同じか、これこっちはからこうするのもな、こっちはからこうする、これでも開く、ああいうふうに開けるいうことが大事。これやったらこれやったら疲れるよ、これちょっとのけとかんって感じ、どっちかある。それでこれこうこまって、こういったの、したら、したがってこれは、これやったらこっちへ、こっちへ、それと、のけた後、シューッと押さえながら、こっちやから、のけた後、シューッと押さえながら、押さえながら滑っていくのを、こちらに押さえながら、これであなたの剣が防げたということです。その次、これぐらい、これちょっと置くよ、ポンポン打ち落とし、打ち落とす、それともうこれも上げてもらう、これ逆に入れ替わる、これ入れ替わる、あるいは入れ替わるのが嫌い、
それから、あの、君が言ってくる。言ってきたら当たる。な、はい。言ってきたら当たるんで、こう。見て、ゆっくり。こう、こう、こう、こう。で、実は唾が、つばで止まる。危ない。はい。これ。こうして入る。実はつばがある。つばで止まる。つばがない。だからこれ、こうだった。こうでつばがある。つばで止まる。ここは手が手がしない。だからこれはこうして。だから、はい。中へ入る。そっち側の長いから、ちょっと来てゆっくり。これだけ届かない。中へ入る。だから、バーッと来たら、バーッと来ない。こういうふうにする。で、また、はい。来る。ごめん。また来る。場合によってはどうするって、まあ、はい、このままボッと取ったらどうする。だからこれ一つ、刀を前で、こっちは前になる、はい、こっちは前になる、覚えてるよ、後ろじゃないよ、こちらは前で、こういうふうに、こしたらすぐにこう、すぐにそうする。前へ行きながらそうする。また、もう一回やるよ。受けたら、前へ行きながらこうする。ふと、もう一回面を打つことは難しい。もう一回胴を打つことは難しい。受けて休んだらいかん。はい。この時、こうしてはな、一応こうしてる。一応こうしてるけど、すぐにこうする。はい、はい、早く早くるぞ。ほーっとこうする。もう大変ね。あー、2回打とうとしてるかな。そういうふうにやるんだけれども、これは内側、これこうしとるのか、何やかやと、ここここ内側中心で、こちらは差し当たって月が中心だから、こんなんでもさ、こうやってやってやろう。こっちが出てこのまま吹いていく。だから、来たらさ、あの、危ないから、池田さんからな。まあ、ごめん、まだ。はい。はい、と、こんな場合もある。だから、あの、上段、中段の構え方から、どう変化するか。例えば、はい。これもあれだろ。ちょっとこっち入ってみるかな。いろんな場合がある。それでも、こう構える。これから、これはで、
先生はこうかもいいかな。これこっち。これでこっち。はい。これでこっち。これでこっち。というふうな、いろんな技がある。そういうことで、研究してほしいんだけれど、上中以外に実はもろ手上段、両方上段の構え、両方中段の構えがある。でもろ手中段、もろ手上段、なんて両方上段、両方中段、それから上中段の構え、先生そのぐらいの構えでやっている。で今回は今上段中段の構えで説明したけど、次はもろ手中段の構えに移る。はい、一回切って。